垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年5月、2代目匠組井出正組長宅に車両特攻したとして逮捕され服役していた稲葉寺一家傘下伊藤忠の菅野義秀組員が出所されたんですか？8月1日に出所したな。検察側が出した証拠が採用されず、住居侵入罪のみ認定され、入江忠組長から被害届が出されてなかったというところですよね。さすが入江忠組長、被害届出してなかったな。そうですね。そういう面はやっぱり骨っぽいな。そうですね。私はバンバンと5発拳銃撃ち込まれたけど警察来てすぐ被害届出したけどな。でも会長仇じゃないですか。いや、まあ仇やけどよ。この事件で犯行の指示をしたとされ、今年3月稲葉寺一家の林正氏若頭と伊藤忠吉川直行若頭が逮捕されてましたよね。林正氏頭は釈放されたやろ、うん、それで吉川直行頭は暴力行為と処罰法違反で起訴されたな。もう公判って始まってるんですか？8月に入ってから始まったんやけど、なんかうやむやみたいな感じで何の調べもなかったよったな。あ、そうなんですか。次の公判はまだいつか決まってないんちゃうかな。しかし稲葉寺一家には若い組員の方が集まりますよね。8代目伊藤忠、岡輝友組長のとこやな。このアビス菅野新海の兄貴な、うん、でも菅野兄弟って大阪でしょ。大阪大阪。今のご時世、半グレでいた方がメリットがあるという若者が多い中、やっぱそれだけ魅力あるんでしょうかね。うん、そら稲葉寺一家に魅力あったんちゃう。会長から見てこの稲葉寺一家というのはどういった組織ですか？そら10代目まで続いた名門で、山口組とずっと抗争を繰り広げとった組織よ、うん、で、行動会の中でも資金力を言ったら一に違う。あ、ええとこに縄張り持ってるもん、うん、松山武総裁行動会社定で統括委員長してるわな、うん、そやから本部長より席は上よ。この松山武総裁と野内正弘頭とものすごい仲いいんちゃうかな。あ、そうなんですか。そういうふうに聞いたよ、うん、まあ同じ組織の中でやはり三役五役となれば仲良くやっていかなあかんわな。そうですね。稲葉寺一家の9代目中村秀明総裁は高山清若頭と五分の兄弟杯交わされてたんですか？8代目稲葉寺一家の本部長時代、当時高山清頭は5代目山口組行動会の頭やったな、うん、で五分の兄弟杯したわけよ。2代目行動会で若頭とかもされてたんじゃないですか？副会長もしとったし、射程頭もしとったし、まあ、最後は最高顧問やったな、うん、これ松山武史10代目総裁と中村秀明9代目総裁、どっちも九州の熊本やったな。あ、そうなんですか。会長が井上圭さんとトークイベントされたロフト9がある東京の渋谷って、稲葉寺一家から行動会の直参に上がった浜町の縄張りじゃないですか？縄張りじゃないよ。あの辺は国水会から上がった落合金町連合や言って言ったな、縄張りはな。あ、そうなんですか。さやけど浜町の射程頭上久保貞之組長がやはり人気あるよったな。あ、そうなんですか。私はあの渋谷のロフト9で初めて上久保貞之組長の名前聞いたわ、うん、でこの辺はこの行動会の息がかかっとんかいって聞いた時に、うん、上久保組長の名前出た。そやから道玄坂の風俗関係もこれ浜町の射程頭上久保組が見とうとこが何件かあるんちゃうかな。だからあちこち行動会系が東京に進出しとうわな、うん、そうですね。私は一番多いのは札幌の福島連合や思ったけどな、うん、浜町の4代目上条義雄会長って確か稲葉寺一家4代目総裁ですよね。そうやな。そやから由緒ある古い組織ばっかりが稲葉寺一家言うたら名前連ねとんな。そうですよね。でこの関西みたいに分裂したりせんと、中京の方はまあ関東もそうやけど
ようまとまってるわな、うん、そんな感じしますね。なんでか言ったら縄張りがあるからな。あ、そやから関西もどこの縄張りやって決めとったらよかったんやけど、うん、力のあるとこがヤクザ組織いたら正義になってまうからな、うん、稲葉一家といえば高度会のサンバガラスの一つですもんね。高山組と野内組とこの稲葉一家やな、サンバガラスは。高山組は会長あまり知らないんですか？いや知っとよ。竹中マースさんの舎弟で米田おさむいておったんよ。これしっかりしたおっさんな、うん、このおっさんが竹中組出た後高山組に相談員か顧問で入っとったん、びっくりしたわ。あ、そうなんですか。うん、そやから米田のおっさんが死んだ時に高山の頭に盛大な葬式してもらってあげてな。私が東映東京撮影所へ連れて行っとった諸石秀夫、まあ私の舎弟な、はい、これが米田治、このおっさんの甥やったんよ。母親の弟が米田治よ。あ、そうで、おっさんのことよう言ったんよ。そやから新宿歌舞伎町にもこの米田のおっさんの舎弟で鈴政組ってあったしな、うん、鈴木正夫いておったんよ。そやから全然知らん組織じゃないわけよ。あ、そうですよね。高山組ではやっぱり二代目高翔組の佐竹健二組長もしっかりしておいてよったな、うん、今ちょい切ったやろ。あ、そうですか。うん、そやけどそろそろ出てくる頃ちゃうかな、うん、会長はやはり長いこと現役されてたということで、あちこちの組の方のことよくご存知ですね。そら知っとうよ。私も長いことヤクザ社会やってきたからな。まして竹中組中野会大手におったから、そこの誰かが一挙になるとこへ行っとるしな、うん、古川組からでも野内組から行動会の直参になったもんもおるしな。あ、そうなんですか。うん、中野会からは行動会の直参どなたもいらっしゃらないんですか？誰も行動会平和なんだな。私には声かかったよ、うん、けど古川組から波紋状が出てもだからな。そやからどないもしゃあないけど。そうですね、ヤクザいうのは強い組に憧れるわけよ。二番手やったらあかんのよ。古川組なんか言うたら山県の次二番手ぐらいの組織やったから、一番手が出てったら親方は引かんでも若い衆が名前だけで引いてまうわな、うん、そんなんで山県大きくなってきたんよ、うん、では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.